こんにちは。身長164センチ、体重53キロ、小柄なスタイリスト、大山俊です。今回の動画では、最近僕が買って、めちゃくちゃ感動したユニクロのボトムスを全力で皆さんにですね、解説をしてみたいなというふうに思っています。 僕の動画の中ではユニクロよく出てくるかなと思いますし、その中でもですね、様々なボトブスを皆さんにご紹介したと思うんですね。その中でもですね、皆さんにとって一番馴染みがあるのはスマートアンクルパンツ。これで間違いがないかなと思うんですね。僕も何度となく購入をしてきましたし、皆さんにもおすすめしてるかなと思うんですが、これがですね、僕の中での圧倒的なナンバーワンで、まあそれと同じぐらいですね、おすすめなのが感動パンツというものなんですね。 こちらの方がちょっと細身のシルエットでビジネスカジュアルにも使えるような綺麗めのボトムスなんですがスマートアンクルパンツに関しては適度なゆとり感があってカジュアル使いもしやすいというところで、まあ、両方ともすごく使い勝手がいいんですが今回ですねその2つにですね負けないというか僕の中ではこれが多分最強だろうなという1本が見つかってしまったので皆さんにご紹介ができればなというふうに思っていますもったいぶらずにですね皆さんにお伝えしたいんですが こちらですね。はい。これがですね、タックテーパードパンツという商品なんですね。まあ、これはですね、ちょっと前になるんですよ。僕が見つけたのは。 オンラインで先行予約みたいな形でですね、乗っていた時に僕は初めて知ったんですが、もう間違いなくいいだろうなという予感がしたので、見つけた瞬間に僕はですね、購入ボタンを押してたと思うんですよね。ただそれからしばらく経ってなんか全然来ないなと思って、最近改めてページを見たらですね、先行発売から発売に変わってたんですね。 うまく変えてなかったのかなと思ってですね、急いで購入したのがこちらのボトムスなんですが、まあ、いくつかポイントがあります。どこがいい点なのかと言いますと、まずはもうシルエットですね。これが最高にいいんですね。正直言って、初級者向けのアイテムではないと思うんですね。ユニクロのスマートアンクルパンツは、初級者からやや中級者向け、そしてもう一つですね、僕は動画の中でよくお伝えしているような、 グローバルワークのアーバンスラックスというモデル。これもですね、もう間違いのない名品なんですが、そちらのパンツに関しては、やはりですね、細身のシルエットで、かなりですね、初級者向けのアイテムになってるかなと思うんですね。大人の男性がデニムだとか、チノパン以外にボトムスを履くのであれば、アーバンスラックスだとか、あとはちょっとクロート感のあるスマートアンクルパンツがいいんですが、こちらのですね、タックテーパードパンツに関しては、 やや中級者向けなんですね。というのもタックが腰回りに入ることで適度にゆとりが出せるんですね。このタックっていうのは正直ですね、初級者向けではなくてやややぼったさが出るんですが、一方で腰回りにドレープの美しさを出せるので、おしゃれが好きな方であったらこういったタックインのパンツって結構好きだと思うんですね。 僕自身もタックリのパンツが大好きでよく履くんですけども、そのあたりがちゃんと実装されてるという点がすごくありがたい点ですね。そしてシルエット的にはワイドではあるんですが、トレンド感満載のものすごいワイドではなくて、大人の男性が履いてもやぼったく見えないような 適度なワイド感なんですよね。このもうまいの感じですね。後で実際に存分に履きながらお伝えしていくんですが、このですね、ワイド感というところがもうバランスが絶妙にいいんですね。そしてタイトルにもあるように、テーパードパンツということで、膝から下にかけてワイドなんだけども細くなっていくというところで、 やぼったく見えないんですよね。そのあたりのバランスが完璧なんですよ。いろんなボトムス履いてきましたが、これはもう本当にやられましたね。めちゃくちゃシルエットのバランスがいいです。そしてそれだけではなくて、ユニクロは機能性がいいんですね。まずはですね、腰回りの仕様なんですが、スマートアンクルパンツって、まあ、このようなドローコードと呼ばれるような、ウエストを調整できるような紐はついてるんですが、ゴムみたいなものがですね、外側にはついていないんですね。 で、こちらのパンツに関しては、サイドを見てください。こちら、横の部分にですね、ゴムがついていて、伸縮するんですね。これは逆の面もあるんですが、これがあることで、サイズがですね、すごく調整がしやすいのと、履いた時に楽なんですね。ちなみに僕が買ったのは、身長 164cm53kg で、XS。これはウェブにしかないようなサイズなんですが、S だと僕はちょっとウエストが緩いんですよね。 ただ、XS にすると、それはそれで結構ギリギリなんですが、サイドはゴムになっているので、そのあたりがちゃんとですね、フィットするという点で、まあ最高の履き心地かなと思っています。そして、なんと言ってもですね、軽いんですよ。この軽量さというのは特に春夏にはものすごく重要で、重たいものってどうしてもですね、暑苦しく感じるので、履くのが嫌になってしまうんですね。そのあたりの軽さというところは圧倒的なメリットがあるかなと思います。 ちなみに僕が今履いてるのはユニクロ U のですね、昨年のレギュラーフィットテーパードなんですね。これも名作でもう大好きでめちゃくちゃ履いてるんですよ。僕の中ではこれが今までのベストで一番気に入ってるボトムスだったんですが、 それを上回るぐらいこれはいいですね。というのもユニクロ U のレギュラーフィットテーパードは、この腰回りにタックがまず入っていないというところ。そして生地がですね、春夏毛なんですが、少し厚みがあるんですね。これはなぜなのかというと、ユニクロ U って結構ですね、春夏の新作であっても、1月ぐらいに発売になるので、そこまで攻めた薄さではないんですね。 一方でこちらのパンツに関しては発売日が5月ぐらいなのでそうなると生地も結構薄めになってくるのでまさに春夏あと秋にも使えるので3シーズンには対応してるかなと思うのでこれはものすごく質感もいいかなと思いますそして機能面で言うと速乾性があって、まあ、夏に汗をかいてもですねそのあたりも安心感があるので、まあ、使い勝手めちゃくちゃいいですねもちろん生地自体にもストレッチが効いています このあたりの素材使いは、まあ、天然のウールではなかなか実現ができなくて、高機能のポリエステルだからこそ実現ができるかなというところなんですね。まあ、ただ、河川なのでどうしてもチープな感じがするのかなと思いきや、まあ、このあたりはウール見えするような、まあ、ユニコーのいわゆる感動パンツの素材ですね。このあたりもすごくですね、見え方は上品です。ものすごく高級感があるかというと、そこまではいかないんですが、 ただですね、チープな見え方はしないですし、履いた時のドレープも綺麗に映るので、僕は十分かなと思います。まあ見ていただくとですね、ちょっとこう、シワが入ったりだとかはするんですよ。そのあたりはまあ仕方がないかなと思うんですね。生地が薄かったりするので、まあ先ほどもアイロンかけたんですが、ちょっとシワがよる部分もあるんですが、履いた状態だとそこら辺はそんなに目当たらなかったので、後ほど着用の様子を見ていただきたいなと思うんですが、それぐらいですかね、ちょっと気になる点としては。あとはもう完璧ですね。本当にいい仕上がり ががいいいのののででですすねね皆さんんこちちらのパンンンツちょっとオンラインの在庫が怪しいんですけど、ねまあ、ブラックに関しては今現在はしっかりと在庫がありましたが他の色ですねグレーですよ僕が欲しかったのはダークグレーが実はすごく狙いだったんですよなのでダークグレーとブラックを買ったと思っていたんですが届かないという状況でちょっと買い逃してしまって残念なんですが ダークグレーの色味もね、めちゃくちゃいいんですよ。グレー系のパンツって、失敗するとやぼったく見えるので、僕は色選びがすごく難しいなと思うんですが、まあダークグレーで深めの色合いなんですね。ただブラックに比べると、やはりちょっとですね、明るさが出せるので、着こなしの変化も出せますし、すごくいろんな色との相性がいいので、ダークグレーも,もすごくいいかなと思うんですね。ちょっとそちらも欠品してるので、皆さんにお勧めしたいのはもうブラックですね。僕にとっても大定番のブラックはすごく使いやすいので、ぜひ皆さん早め にチェックをしていただきたいなと思っていますとは言ってもこの持った状態だけではなかなか伝わりづらいかなと思うのでこの後実際に履きながらどのように見えるのかどのような点にメリットがあるのかを徹底的に解説をしたいなと思っていますこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですねなるべく分かりやすく解説をしてますのでよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いしますそれでは早速いってみましょうはいということで実際に履いてみましたどうでしょうか ちょっといろんな角度から見ていただきたいなと思うんですが、まずは前面ですね。はい、こんな感じ。横から見るとこんな感じですね。ちょっとですね、このもも周りのゆとりを見ていただきたいんですが、やはりワイドフィットということで、かなりゆとりはありますね。まあ、確かにユニクロ U のレグラフィットテーパードより、同じかややゆとりがあるぐらいですかね。ただそこまで強いゆとりという感じではないので、僕ら世代でも使いやすいと思います。後ろ髪とこんな感じですね。 うん。履いてみた感じはですね、ようやく出会えたなという感じですかね。めちゃくちゃいいです。まあ、ユニクロ U のボトムスもめちゃくちゃ良かったんですけども、そういったものを踏まえながら、今のベスト、最適解をですね、出してきていただいた感じがして、個人的にはね、これ1本買いましたが、もう1本買おうかなと思ってますね。それぐらい完成度が高いです。着心地としては、もうとにかく軽いんですよね。 軽くてストレスがない。レギュラーフィットテーパードも春夏で去年買ったものなんですが、もうちょっと生地が厚いんですよ。まあユニクロ U ってちょっと発売時期がもう本当にこう冬の真っただ中に新作で出る感じなので、そこまで生地が薄くないんですね。一方でこちらは今時期から発売になるようなものなので、かなり薄いです。ですのでこれから春夏、秋ぐらいまではですね、しっかりと履けるような薄い質感で、このあたりも使い勝手がいいかなと思いますね。 肌離れもいいし、あとは適度にゆとりがあるので、風が通り抜ける感じがして、その点はスキニーデニムとかに比べると圧倒的に履きやすく涼しいかなと思いますね。まあ履いていて全くストレスがないのと、動いた感じのドレープ感もなかなか綺麗ですね。適度にゆとりがあるので、生地の動きというのもすごく綺麗に出てくるので、まあ、個人的にはそのあたりもすごく素敵かなと思いますね。まあワイドっていうのはですね、確かに横から見るとこのあたりにゆとりがあるのはわかるんですが、正面から見ると とそんなにですねゆったりとしてる感じはしないんですね適度なゆとり感というところでまあ、特に膝から下ですねここを見ていただくとテーパードが効いていて徐々に細くなるような設計なので本当にですねトレンド感満載のワイドパンツというよりは大人が履けるような適度なトレンド感というところでそのあたりのバランスがもう絶妙だなと思いましたね 今あるパンツの中では個人的には一番これベストだと思いますのでぜひ皆さんチェックをしていただきたいなと思います僕もこの動画をですね出す前にもうサイズがなくなるのは怖いので XS は押さえておきたいなと思いますしこういったものって端っこの XS だとかおっきめのサイズがですね結構早めに売り切れるのでそのあたりのサイズの方はですね急いで購入しておいた方がいいかなと思いますね非常に完成度が高いです生地もねやっぱり見てみて このチープな感じが全くないので、本当にちょっとですね、いいブランドのものを着てる感じも出るので、あとはアウターだとか、トップスだとか、どんなものを合わせるか次第で、全然見え方が変わってきますし、高見えするようなアイテムなので、ぜ、ま、ひ、あ、皆さんこれトライをしていただきたいなと思います。で、裾幅って結構大事だなと思うんですね。裾の幅が広いのか狭いのか、ワイドテーパードということで、徐々に細くなっていくので、裾幅は、まあ、ある程度細くはなってるんですが、かといって細すぎないので、なぜこの辺りが なのかというとニューバランスのスニーカーとかちょっとこうボリューム感のあるスニーカーを履いた時に裾幅がちっちゃすぎるとうまくですねスニーカーと収まらなくてですねコーンの部分にですね裾が引っかかってしまってあんまり綺麗じゃなかったりするんですよただこれは結構ですね、相場もちゃんとあるのでニューバランスのコーンの部分にしっかりとかかるんですね ですので、動いても、このニューバランスのですね見え方がとても綺麗なので、このあたりも個人的には気に入ってますね。本当に絶妙なラインかなと思うので、ぜひですね、こういったブラック系のパンツには、意外とニューバランスのような、少しこう、ダサかっこいいみたいなものもあったりするので、皆さんには合わせていただきたいなと思いますし、あとは定番のですね、白系のレザースニーカーですね。まあ今僕が持っているのはスーパースター、ライトグレーで、まあほぼ白に近いような色合いなんですが、まあこういったものを合わせてもですね、もちろんバランスがいいです。 なので、靴もあまり気にせずにいろんなものを合わせられるというところでも使い勝手がいいかなと思いますし、あとは上半身ですね。今ジャケット僕は着てますね。ベージュ系のジャケットで上半身を明るくしてあげるのもバランスがいいかなと思うんですが、上は少しタイトめでもパンツを少しゆったりめにすることで、ちょっと今っぽさだとかカジュアル感というところが出せますし、 ワイドすぎないので意外とジャケットのスタイルには合うし、シャツだとか T シャツだとかいろんなものに合うので、これ一本あればかなり使い勝手がいいかなと思うので、ぜひ皆さんこちらのユニクロのですね、新作のパンツチェックしていただければなと思っています。はい、いかがでしたでしょうか今回の動画では僕が最近買ってめちゃくちゃ感動した ユニクロのタックテーパードパンツですね。こちらをですね、皆さんに実際に着用しながら全力で解説をさせていただきました。冗談抜きで、今季のボトムスの中でナンバーワンの仕上がりだったと思います。これはですね、 同じものを2着買うってことは僕はそんなに多くはないんですが、こればかりはサイズの問題もあるんですけども、2本必ず買いたいなと思うので、ぜひ皆さんもオンラインでチェックをしていただければなと思います。履き心地もいいし、扱いしやすいし、なおかつシルエットはトレンド感があって、まあおしゃれ初級者から次のステップですね。中級者へとステップアップする際には、このボトムスがあるだけで、だいぶ印象が変わるかなと思うんですね。 スマートアンクルパンツ皆さんもお持ちかなと思うんですがそういったものから次のステージに向かうときにはぜひ皆さんもチェックをしていただければなと思います ただですね、まだお店の方ではあまり並んでることが多くはなくて、オンラインで買うことが多いかなと思うんですね。ですので、ご自身のサイズ感が合うかどうかは、サイトの数値を確認したりだとか、まあ僕を含めていろんな YouTuber の方とか、ブロガーの方が着用している様子の動画だとか画像なんかを載せてあるかなと思うので、そういったものを見ながらですね、皆さんの体験に近い方の着用感を参考にして、ぜひオンラインでもチェックをしていただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けて、メンツファッションの基本をなるべく分かりやすく解説をしてるんですが、 もう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートの紹介は YouTube のメンバーシップチャンネルの方で行っています。2週間に1回はですね、ライブ配信といって生で皆さんからのご質問にお答えするような動画もお届けしてますので、気になる方は概要欄からチェックをしていただければなと思います。 またもう一つですね、最近始めたのがオンラインサロンなんですが、こちらはですね、1日にだいたい5回ぐらいのペースで、おすすめの商品だとかコーディネートの解説をですね、どんどん皆さんにお届けをしています。こちらのサロンには、おしゃれが大好きな大人の男性が集まっていまして、会員さん同士のコミュニケーションも取れますし、会員さんの発信もできますし、あとは僕以外のスタイリストですとかファッション業界の方が、いろんな記事を書いてますので、ぜひこちらの方もですね、下の概要欄からチェックをしていただければなと思っています。 以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。